ある稲をその木でもって。11月11日、この日待ちに待った収穫祭が行われた。収穫祭とは、農作物などが無事に取れたことを感謝して行われるものである。石包丁を持ってこうやって買って歩いたわけ。本当はそれをやってみるといいね。今から2000年前の人たちがこうやってこれを籠に入れたわけだ。それが最近では、最近でても今1500、600年前から、だからこの辺からじわじわとこうやっていかなきゃダメだろうな。もう急にガーッと機械を一切使わずに田起こし、田植えなどをしてできた米を足踏み脱穀機、遠見、もみすり機などによって脱穀、選別する。こうして機械の力を一切借りずに立派な米が出来上がる。取れたもち米を早速ふかして餅つきも行われた。よいしょ。そしていよいよ収穫祭の催し物が行われる。座る。あ、いいや。
ってくれてありがとうございました。この前馬まさる以下八坂の人たちは感謝しております。来年もよろしくお願いします。